しりとしたタイプでございます。身長は輪島よりだいぶ低いんでありますが、非常にがっちりとした体格、俊敏に動きますので、郡司さん、これは輪島はだいぶこう変則と言われておりますけれども、はい、ドメニコ・チベリアもですね、だいぶ変則タイプということが言えましょうね。そうですね、変則対変則という感じですね。まもなく第1ラウンド開始のゴンが鳴ろうとしております。輪島浩一初防衛戦第1ラウンドのゴンが鳴りました。試合が始まりました。さあ白井さん、はい、今日の試合どういうふうにご覧になりますか。そうですね、まあこのね、なんて言いますか、こうイタリーのね、チベリアはね、なかなかのこの試合巧者という感じなんですよね、はい、ですから前半5回ぐらいまではね、うまく輪島をですね抑えるんじゃないかと思うんですね。なるほど。でその後ですね、輪島のその肉薄その攻撃ね、はい、これで、だんだんとこう差を縮めてですね、有利に立つんではないかと、こういうような見通しになるんですけどね。なるほどね。郡司さん、輪島例のカエル飛びをやるわけですけども、はい、このチベリアもですねカエル飛び2体を、おっと右が当たりました。左に当たっております。輪島早くも攻勢に出るか。左当たった、危ない、ダウン、ダウン、左当たりました、ダウン。第1ラウンド波乱が来ました。あー、効いてる効いてる効いてます。輪島すごい競争で狙っております。だいぶ効いてますね、郡司さん。効いてますね、効いてます。もう足来てますよ、はい、危ない危ない危ない。さあ輪島チャンス、第1ラウンド勝ちチャンスです。輪島猛攻、大変な波乱が第1ラウンドからやってまいりました。レフトが当たった。白井さん、輪島はどんどん行った方がいいですか。この回行った方がいいですね、はい、左右の攻撃懸命ロープで逃れます。レフトを逃れます。まだダウンを取らない、まだダウンを取っておりませんが、もうロープダウンのほとんど寸前。右左猛攻、大変な猛攻です。まだ当たった、まだ当たった、危ない危ない危ない、まだ立ってる、まだ立ってる、懸命に立ってる。チベリア血だらけ、だいぶ目がもううつろになっております。鼻血も出ました。足がふらついております。タオル、タオル、タオルが入った。第1ラウンドノックアウト勝ち。いやー、郡司さん、これはちょっと輪島の負けは予想できませんでしたけども、はい、こういう結果になると思ったのは予想外でしたね。そうですね、輪島はね、はい、20回の KO のうちね、1回が3ラウンド3回なんですよね、はい、だから、ね、3回が4回ずつナックアウトしてるんですが、はい、1回ね、これで、あれですね、4回のナックアウトという対応してるんですよね。そうですね。